何やったんですか。いや事故ったんですよ。えバーンってやってくる。そう、トラックから運転がもうお茶切りだろ。ブワー入ってくるだろ。お前ブレーキ踏まないんですよ僕。おかしいだろお前。そんなことお前社長に向かってそれ言ってんだよお前。すいません。はい、おはようございます。おはようございます。すごい雪ですね。やらかした。あ、これそんななんかひどくないじゃん。あれなんかあいつ盛りましたね。結構前がぐちゃぐちゃって。そう、全然ぐちゃぐちゃじゃねえじゃん。何やったんですか。いや、事故ったんです。え？どれ？どこ事故った。え？これ盛りましたね。お前見そうだろ、事故ったの。事故ったの、そうだ。これ盛りましたね。え、あ、ほんまや、すごい。え、これは元からでしょ。いや、上に行ってるっす。あ、どういうこと。あ、こっちにならないですか。そうっす。本当はこっちか。そうっす。何ぶつかったの。わかんないです。トンって当たっただけだろ、お前。いや、バーンって当たってくる。そう、これチェーンない。いや、あるんですけど、こんぐらいだったらいつもこれ事故らないですよ。こいつの運転が下手だと思う。下手なんだろう。高速の方が安全か。いや、高速で事故りました。高速の上で事故通り出したの。大丈夫、ファン警察に来て二度目取ったの。取れねえや、お前。そんなの、お前。今日、しかも24年クリスマスプレゼントだよ。フィリピン人が、フィリピン人はお前、クリスマス盛大だから結構、あれだろ、大事にするだろ、フィリピン人。クリスマスはもう、めちゃくちゃ国もすごいだろ。パーティーですね。だよな、フィリピンってのはすごいクリスマス。正月よりすごいだろ。そうだよな。正月はなんかしょぼい、うん、クリスマスはメインって感じだろ。それなのにクリスマスイブ24、5 4です。4聖夜にどういう状況で事故ったの。あ、お前の責任者としての、あ、最初の仕事だ、責任者としての、はい、ちょっとじゃあ見てどこは。初めてじゃないんですよ、こいつが事故るの。え、まあ、雑だもん、お前。しかもここ乗ってくるトラックの運転がもうお茶切りだろ。ブワー入ってくるだろ、お前。砂煙出して、トラックなのかな。トラックちゃんといつも砂煙出して、ブワー入ってくるじゃん。ワンワンワーって入ってくるだろ、お前。トシ君とお前だけだよな。バーって入ってくるのダッサいよな、マジ。めっちゃマジ気持ちいい。こんなかっこいいんか、めっちゃ厨房や。中学生が単車盗んで乗っとるのか、笑われるでしょ。まあ、だから最初電話かかってきたの時はまあびっくりだし、またやらかしたんかと思って。うん、どういうふうに違ったの。でもこいつの場合はなんかカーブの時に、まあ、曲がる時もそうですけど緩めないんですよ、スピード。あのエアブレーキなんでブレーキ踏まないんですよ僕。エンジンブレーキ踏まないんですよって。お前社長に言うじゃねえんだな。カメラ向かってばっかり言ってみ。僕はブレーキを踏まないんですよ。走り合いやん。走り合い。僕はカーブでブレーキを踏まないんですよ。おかしいだろお前。そんなことお前社長に向かってどう言ってんだよお前。すいません、エアブレーキ信用してるんで。何なのエアブレーキって。エンブレじゃないの。あ、もうエンジンブレーキです。エンジンブレーキだろ。そうです。あのトラックってすごい効くんですよ、エンジンブレーキが。エンジンブレーキが、はい、うん、1秒離したぐらいで20キロとか落ちるぐらい強いんで、それ信用してて。エンジンブレーキが効かなかったの。いや、その時に、ね、限って雪が降ってなんか調子が悪くて、で僕がこれ20これ1秒で大体これぐらい速度が落ちるなっていう予測を超えて走ってったの。違うでしょ。違いますよね。別にエンジンブレーキがかかったんですよね。お前の運転の問題でしょ、別に。エンジンブレーキの問題じゃないだろ。だよな、別に関係ないよ。別にエンジンブレーキを信用してたんって、僕は悪くないですって言ったのと変わんねえぞ、お前。はい、エンジンブレーキが悪いですって言ってくれるもんな、お前。クリスマスだぞお前。今日そんなのいいんか。ダメです。ダメだろ。普段はブレーキ踏まないし、もう今日も踏まなかったと。今日は踏んでますね、焦って。ブレーキはどこのタイミングでしたの。カーブ入る手前に離して後ろが滑ってったんでやべえと思ってブレーキ踏んだら、もうそのまま。わかる、もうこいつから性格が高速パワー走ってさ、うわ雪すげえぞ、すげえぞ、見て見てる、うん、あ後ろ見て、巻いてる巻いてるって。なんか絶対そんな感じだよね。見て見て、すげえすげえ、みんな
押せんだって俺余裕だからビビってるじゃん、俺はこういうの慣れてるからさ、ずっとトビやってたからとか、なんか絶対言ってたよ。雪すげえな、おいゴック見ろよって。だろ、絶対そうだよな、こいつ。そんでもってそう言った直後ぐらいに滑ったんで、あ、やべえってブレーキ踏んだよ、そのままスコーン。やっぱりそう、ってことはお前の責任な、お前の弁償だよな。エンジンブレーキのせいじゃないんだもん。まあまあ、でも事故は知れたらよかったか。そうですね、あの被害がなくてよかったです。まあそうだよな、車両保険前となるじゃん。すいません全然すいませんって気持ちねえけど、3回目してしたらまずいっすよ、ほんまに。今度の話はもういいよ、別に今日の話がしたい。いや、改善策教えてもらわないと。なるほどなるほど。このままやったらね、これを見た人はまたするぞっていうコメントが絶対来ますよ。こいつ反省してねえぞ、反省してないだろうな、はい、だからそういうの言うじゃん、社長は何も考えてないとか無策だとか、はい、じゃあ無策じゃん、15年やってその俺は肌で感じてる、こんなやつなんか対策とか報告書とか。じゃあ昔そんなんやっとったもんな、結構細かくやっとったけど、その何の価値もない、そんなんやで一発投げた方が効果がある。まあボールかいかんけど。今日はね、明日からどういう体制でスタートしたの？まあ、ここのトラックを積み込みを下ろしたりして。朝何時に集合して？6時です。でもみんな7時10分ぐらいに起こって、まあ出ようかってなって、うん、僕先出たんですよ、うん、でコンビニおるときに電話かかってきて、うん、すいません事故りましたね、うん、そこで知ったっすね。なんでもうみんな帰ってきたのお前ら。いや、でもう中止にしましたもん。で高速も通行止めだし、うん、竹が事故ったんで、とりあえずもうこれ以上事故を増やすのはまずいなと思って、うん、まずいって帰ってこいよみたいな、はい、今戻ってきてる最中なの。あ、もうみんな戻ってきて、うん、リュウジ君たちは応援に来ました。あ、そういうこと、はい、あ、そのトシ君の方が。あ、そうっす。あ、で、お前のとこどうすんの。でも半日で切ろうかなと思って。あ、そうっすか。あれね、全部目やっとんか。そうっす、まあ、クリスマスだしな。はい、明日日曜日だろ。明日は仕事。明日はない。あ、今日のやつが一件ずらしたんで明日。うわー、最悪だよ。昼間にしろ。クリスマスだ、今日飲むだろうですよ。いや、飲まないっす。例えばあの、勘違いしてほしくないですけど、僕、フィリピン人単体ではない。単体って言うんだよ。まあでも、母親がやっぱそっちだもんね。ウェイとはやんないですよ、僕は。だけど、母親が連絡マグで会いたい。あ、会いに行かんの親とか。いや、年末あるんで。やっぱそれは正月なんだ。やっぱクリスマスに会いたいとかないんだ。電話はかかってきますよ、ね、うん、かかってきますけど、別に今は仕事しとるでいい。だからあいつらから取ったら、だってもう聖なる日だろ。クリスマスがこう一番だろ。みんなキリスト教だろ。そうなるとやっぱだって生誕の日みたいなじゃないもん。でも僕はキリストではないので。お前ないな。僕お前トラックやろ。トラックやろ。なあ、そうか、クリスマスね。ただトラックがひどくだよな。もうちょっとくしゃくしゃにしてもらえやん。どうせ事故るな。いや、怖かったっすよ、本当に。なんで高速なんかでも高なんでしょ。雪すごかったですよ。大変はまっちゃった。多分重量物の仕事もね、普通高速ってあんま凍らんじゃん、はい、下道の方がやるじゃん。そうですね、凍ってはなかったし、真っ白でしょ。前方にも車がいなくて、うん、よかったんだ。そう、高速が走ってるやつになかった。はい、じゃあ皆さん、もうこれどこ上がってるこれ、もう正月か。そうですね、正月明けとんかな。まあ安全運転で1月、2月、まあ、土地柄もあるかな。はい、愛知県は急に冬で余計危ないんだよな、ね、これ、はい、ずっと雪国だとまだ通るんだろうけど、はい、うん、まあ、気をつけて運転してください。はい、あと足場の買い取りと、うん、まあ時的には実習生、まあこれが本当に昨日言っていた話じゃないですけど、あの7年パーサーズでやってますので、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。職人越しは今のところ大丈夫。いい、まあでも来てくれるのは嬉しいですけど、まあ経験者、はい、うん、TikTok ライブ始めました。ぜひ見に来てください。この動画上がった日にじゃあライブやる。そこで本当の真相ですか。真相を高速道路でもいい。この動画公開した日にな。はい、ライブやる。わかりました。楽しみだ。はい、ぜひあの TikTok で何て検索したい。もう概要欄に貼ったの。はい、貼っときます。お願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、また見てね。Okay.